ジューリオから左サイドバックの阿部、この阿部も前の試合はスタメンを外れていました、まあ、少しはそういった意味ではリフレッシュをすることができたかもしれません。この12日間で4試合目というハードスケジュールの名古屋グランパス、かわしていく、ファーサイドにはケネディも待っていましたが、ゴールキックです。苦笑いのケネディ、バウンドしたボールがね、やっぱりそのまま頭でこうツンとつついていきますからね、この辺は下手にこうボールをバウンドさせないようにしないといけないですね。ケネディとそして川崎の菊池、この2人の制空権というのも今日は楽しみです。相澤のゴールキックから陣地の前でボールがバウンド、ダニルソンを走らせる、このダニルソンもスピードがあります。追いついた、左で直接送っていきました。左ハムストリング違和感があったダニルソンですが、しっかりと復帰を果たして今日は先発に名を連ねています。少しどうでしょう、加藤さん、名古屋の攻める時間がここまでは増えてきているかなという印象もあるんですが、どうご覧になっていますか。そうですね、全体的に押し込んで時間が長いですよね、はい、ここも名古屋小川、ホイッスルが鳴ります。小川良純が倒れています。イエローカードが出ました。川崎右サイドバックの田中裕介にイエローカード。改めて今のシーンです。縦にかわしていった小川、深いスライディングになりました。田中裕介、まあ、ドリブルするコースに滑ってはいるんですけどね、ちょっとボールが速かった分間に合いませんでしたね。そしてこの位置でファールをしてしまうと当然ですが、この位置からのセットプレーを受けることになります。川崎、今度はどんなボールを供給してくるでしょうか。本当に大きいですから、もうゴール前狭く見えますよね。そうですよね。さあ低いボール直接狙っていきました。阿部が前を見る、これは合いません。クルザロビッチへのボール、元モンテネグロ代表、足元の技術も非常に高いクルザロビッチ、今日はケネディの下、まあ、トップ下のような位置でプレーしています。ですからゴール前に顔を出すシーンもここまでは非常に多いブルサノビッチです。 そうですね、はい、そしてケネディ、現在11得点で単独得点ランクトップにつけています。ホイッスルが鳴って名古屋ボールのリスタート。なかなか川崎が攻撃の形を作れていない時間が続いています。相馬監督は下がるなと激しい声で叱責しています。下がるなという声が相馬監督からはあったということなんですが、とにかく相馬監督に言わせますと、名古屋は個人個を生かすやり方をしてくる、それをさせないことが大事ということで、やはり加藤さん、この1対1の局面といいますか、そこで負けるなということなんでしょうね、はい。それとね、うまくサイドチェンジを使って逆サイドに、ね、長いボールを結構そこが起点になっているんですよね、ですからどうしてもこうラインを下げさせられるというのが今の状態ですね。左で持ったら例えば阿部が一気に右を見て長いボールを送っていったり、はい、そういった展開が続いています。トゥーリョー選手のところで右サイドへのクロスですね、はい、サイドチェンジよくやってますからね。ジュニーニョが抜け出しましたが合いません。クスカミからジュニーニョというボールでした、まあ、トゥーリオもディフェンスラインでボールを持ってもまず顔を上げて前の方を見ますよね。そうですね。それと今はやっぱり川崎 の, 中盤の選手がこう、はい、インターセプトを狙ってますからね、一つ飛ばしてやっぱり前線を使ってるんですよね。中盤を使わずに一気にも前線まで持っていこうと、
ダニルソンのスライディング、このあたりの危機察知能力はダニルソンの持ち味です。スローインも名古屋ボール、阿部から強引に前を向いたブルダノビッチ、井川が対応します。川崎、川崎にとっては苦しい時間が続いています。とにかく勝つことだけに集中して戦いたい、そう話したのは川崎中村健吾。勝つことで何かが変わるはずなんだというふうに選手たちは話しています。チームワースト5連敗中の川崎フロンターレです。ただ試合前のリポートにもありましたが、決して雰囲気は悪くないということで、これはさあジュニーニョスピードがある、追っていくのは増川、ボールが少し長くなったでしょうか。ジュニーニョ、ただこのようにジュニーニョは1本があります。一気にチャンスということもあるんですね。そうなんですよね、今でもそんなにこう組み立ててたわけじゃないですけどね、はい、ああいうボールをこう、まあ、フィニッシュまで持っていける選手なんで、中村健吾から1本のパスで一気にこうチャンスを作っていったジュニーニョです。田中雄大がセンターとのボール、持っていくのは菊池、タッチ終わります。中村直志が一度絡んで中央待っているのはダニルソン、今度は左を見ます。ここに阿部がいる。非常にこのピッチを幅広く使っている名古屋、中央今度は使ってケネディ、ワンタッチ、ケネディ、そしてその周りをブルザノビッチあるいは中村直し、ダニルソンが一気に攻撃へと転換してきます。片野さん、はい、片野さん、はい、あの風が右から左にちょっと強く吹いてきましたね。画面右から向かって左へというボール、風、川崎にとっては向かい風ということになっています。トゥーリオがボールを持って右からボールをつないでいきます。名古屋、まあ、今みたいな取り方をすればですね、はい、カウンターのチャンスになるんですよね。やっぱり中盤のラインでやっぱりどれだけ厳しくいけるかというところですけども、はい、つないでくればいいんですけどね、一つ飛ばしてこられるとああいうプレーっていうのはできないですからね。ここでボールを奪った中村直し、そしてダニルソン、阿部とつないでいく名古屋、縦に出て小川、ケネディが少し引いた位置でボールを触って右へと送っていく、寄っていったのはブルザノビッチです。田中ハユマは中央ボールを送っていく、少し戻してダニルソン、思い切って左足、これはつながっているように見えます。名古屋グランパス、そしてハイプレッシャー、全体的にやっぱり名古屋のこう攻守のバランスが取れてますよね、やっぱりダニルソンと中村選手がダブルボランチにしたことで、はい、ここで常にあの余裕持ってやっぱりボール散らしてますからね、川崎としてはそのあそこのボランチのところにプレスをもう少しかけたいところですね。さあ一気に長いボール、クスタミが走りますが、ゴールキーパー高木です。まあ、ですから名古屋は普段はワンボランチのことが多いという中で、柴崎に話を聞きますと、名古屋のボランチの両サイドが空いているからそこをうまく使っていきたいと話していたんですが、うん、そこはやっぱりジュニーニョ選手も、はい、あのトップから降りてくるところなんで、ダブルボランチにしたことによってスペースが消せてますよね。そうですよね、はい、蓋を開けたら今日はダブルボランチだったということで、川崎としてはまだこの前半やりにくさというものを感じているかもしれません。ジュニーニョが行く、ファールです。まあ、ファールになりましたけどね、はい、あそこでやっぱり取るというのが一つ川崎点取るあのポイントだと思いますよ。ショートカウンター、あのあたりでボールを奪って一気に攻めに転じたい川崎、はい、
ボールはトゥーリオです。一気にケネディを狙う。このボールを出されるとどうしても、ね、はい、ラインが下がるんですよ。そうですよね、はい、やっぱり、まあ、高さは、ね、十分ありますし、ケネディはやっぱりこう競る時の姿勢がいいですからね。あ、はい、どこにでもこう落とせるような状態でジャンプしてますからね。そのケネディが最前線。増川からのボール、玉田が抑えてボールを奪った川崎、くすかみスピードがある、くすかみ、そしてジュニーニョにボールが入るとすぐにトゥーリオが寄せていきます。中村直し、まだボールは名古屋です。一気に右を使う、上がってきた田中俳優真、中を見る、ヘディングは力なくゴールキーパー正面です。さあ今度はカウンター、山瀬、この辺ダニルさんやっぱりね聞いてますよね。すぐにボールを持った選手を潰しに来るダニルソン、はい、やっぱり川崎としてはあそこが点取るポイントなんですよ、攻守の切り替わった瞬間っていうのがね、はい、そこでそれをさせないですからね。去年の J リーグベストイレブン、名古屋のダニルソンです。今度は阿部からファーサイド、折り返せるか、ブルザノビッチ、右足なんとか防いだ川崎です。ボールをつないでいく、ジュニーノが動き出している、トゥーリオのインターセット、なかなか川崎の攻撃の形が作れていません。中央でボールを持つのは名古屋の中村、そして左に送って阿部、これはケネディの頭の上、今はジュニーニョ1人、どうでしょう、今この矢島、ジュニーニョあたりは少しストレスを感じるような展開になっているんじゃないですかね。名古屋の方が、はい、結構押し込んでるんですけども、次の捉えた後の守備に対するこう準備っていうんですかね、それをちゃんとやってるんですよ。ですからなかなか思ったような感じでボールを受けれないので、はい、少しイライラしてるかもしれないですね。ここは我慢の時間ということになりそうですか、はい、川崎フロンターレ。ここでね、じれたらダメなんですよね、はい、川崎はね。そして少ないチャンスを生かしていきたいところ、中央で受けてジュニーニョ、自ら行くか、まだボールは川崎です。矢島が絡んでいきますが、ボールは名古屋、行きたいという川崎、しっかりと耐えてチャンスが来るのを待ちたいところ、くすかみから山瀬、左、ここに田中雄大です。左足は正確な田中、中央ジュニーニョに送る、ジュニーニョを潰していくトゥーリオです。そしてトゥーリオがじわりじわりと上がってくるでしょうか、加藤アナウンサー、はい、ストイコビッチ監督なんですが、浜田が縦に行く、左足、中さんどうぞ。名古屋の攻撃に対して、はい、もっと早く早くと日本語で選手たちに言葉を伝えていましたね。そして今は外したシーンなんですが、はい、かなり大きなジェスチャーで悔しそうな表情を見せました。前節仙台に敗れた名古屋ですが、1点が遠いという試合がありました。ストイコビッチ監督としてはとにかく早く1点が欲しいという展開です。そうですね、その気持ちはもう十分理解できますね、結構押し込んでますからね、そうですよね、はい、この時間帯の間に点を取っておきたい名古屋、その中で川崎、山瀬のシュート、まだボールはこぼれていて、田中のシュートだ、その右、田中雄大今日プロデビュー、思い切って自分の持ち味を見せていきました。距離はありましたが思い切って打っていきましたね。いや、いいんじゃないですか、ここでね、やっぱり角度狭いところからですけども、このタイミングでやっぱり打たれたら、もうちょっとアウトにかけようと思ったんじゃないですかね。本人
が悔しそうな表情。加藤アナウンサー、はい、まあ、本人も左足という武器を絶対に見せたいと話していたんですね、十分まず見せてくれましたね。そうですね、まず持ち味を一つ見せてくれた田中雄大。そしてボールは川崎、田中雄大のシュートが何か流れを変えることになるか。川崎フロンターレ、矢島がボールを持ってジュニーノには預ける。そして左から山瀬、開いています。ファーまで流れたボール抑えた名古屋。ケネディが受けて前を向く。高さはもちろんですが足元の技術も非常に高いケネディ。ここは相手のファールを誘ってセットプレーです。という先ほど指示もあったというストイコビッチ監督。ここでボールはトゥーリオ、ジュニーニョが追っていきます。今度は矢島、ここでタッチ終わっています。加藤アナウンサー、はい、ストイコビッチ監督なんですが、あの田中海馬選手に対してジェスチャーでもっと上がれという指示を出していましたね。まあ、安倍はここまでかなり上がっているなという印象はあるんですが、加藤さん、田中海馬に関してはどうご覧になっていますか。そうですね、そんなにこう後ろに張り付いているわけではないと思うんですけどね。もっともっと前にということなんでしょうか。まあ、ちょっと高いトレということだと思うんですけどね、はい、山瀬ジュニーノとボール交換してジュニーノの前が空いてるシュート、クロスバーの上、左足のシュートです。少しずつ押し返して、そうしてますよね。山瀬とのボール交換から最後はジュニーニョ。ちょっと浮きましたけども、なんかボールの匂いっていうのはだんだんしてきましたよね。前半残り15分を切って、徐々にこの川崎の攻撃、反撃の糸口も見えてきた、そんな時間帯になってきたでしょうか。先ほどは田中雄大のシュートがありました。今度は山瀬とのパス交換からジュニーニョのシュート。今のがジュニーニョはファーストシュートです。ダニルソンがボールをキープできるか。奪い返して川崎、ジュニーニョと今度は増川、ボールをなんとか繋いでいった。ジュニーニョが一人で行くか。右には矢島、左には山瀬、ここを狙っていました田中海馬。一気にカウンター名古屋、田中海馬が右に送ってゆっくりと中央にケネディが入ってくる。ボールが入る、なんとか防ぎました川崎。もう一度名古屋、阿部がゆっくりと上がってきました。左サイドバックの阿部翔平、パスをつないで前を向くかブルザノビッチ、クロスを入れていく。ケネディだ、ポストの左です。やはりこの高さは川崎にとっては脅威です。そうですね、やっぱり自陣の半分より前にあのボールを運ばれたら、もう少しやっぱボールにプレスかけたいところですよね。川崎はクロスを上げられる前の段階でということですね。はい、そうですね。加藤アナウンサー、はい、また強く雨が降ってきましたね。画面上からもこの雨粒が見えます。この雨がまたこの試合にどういったスパイスを加えることになるでしょうか。雨の轟き競技場、ボールは中村健吾、そして柴崎、左に送っていきます。田中雄大から中へのボール、トゥーリオがクリアする。高く上がったボール、中手には小川、このボールはジュニーノが抑えて、もう一度川崎作り直していきます。田中雄介が一度戻して、中村健吾は囲まれて奪われます。
ボールを押し付けます。そうですね、ディフェンスラインがあそこまで上がった状態でこうボールを回したいところですよね。さあもう一度川崎ボールですがどうするか、一度少し戻します。中村健吾右に送ります。スカミが中に送ったボール、トゥーリオがクリアします。佐野監督は少し距離があるところからでも先ほど中村健吾選手などにもう打っていけ、打ちに行けと声をかけています、はい、多少距離があってもシュートを打っていけという指示があったという川崎、まあ、田中雄大のシュートもジュニーノのシュートも少し距離はありましたが思い切って狙っていきました。こういった展開ですとそういったシュートが有効になってくるんですかね。そうですね、やっぱりボールスピードがこう転がしたら増しますしね、はい、やはりディフェンダーが前にいる状態でこう打たれるというのはゴールキーパーにとって嫌なんですよね、はい、ブラインドになっている場合もあるし、それから少し当たればコース変わりますからね、はい、さらにピッチもスリッピーになってきています。雨がまた強く降り始めている等々力競技場、胸で抑えていったケネディ、思わず倒した形、井川です。まあ、普通の選手の頭の高さがケネディですと胸の高さになるのではないかというような胸トラップ、はい、まあ、最初にも言ったんですけどこの辺のこう体の入れ合いですよね、はい、それでやっぱり相手にこういい入れ方された時は無理していくとああいうふうにファールを取られるんですよ、はい、ここはそれで高さありますからね。ですからこういうのでこうじわじわとこう巻き返されるパターンが怖いですよね。小川からのフリーキックを跳ね返されます。もう一度長いボールを入れていく、ファーサイドにトゥーリオがいる、胸で押さえてシュート、スライディング防いだ川崎、決定的なシーンでした。名古屋グランパス菊池でしょうか、最後スライディング、選手ですね。いやー今のシーンはまさに危機一髪でした川崎、はい、こういうところはトゥーリオ選手はうまいですよね。あれ抜けてたら右から誰ですかね、滑り込んでましたからね、はい、いやー今の攻防は見事でしたね。フリーキックの後前線に残っていたトゥーリオのトラップからのシュート防いだのは菊池、また中に送っていく。ここで試合が動きそうな、そんな匂いがしてきました。前半は37分を経過して間もなく38分というところ、チャンスは名古屋ということになります。徐々に強くなる雨の中、高さのある名古屋セットプレーです。ブルザノビッチから低いボールニアサイド、もう一度ブルザノビッチ、これも低いボールだ、これはどちらに出るか、中村直し、なんとか名古屋が抑えます。一気に前線蹴っていってジュニーニを走らせる、高木が抑えます。スリッピーなこのピッチの中、それでも両チーム比較的短いパスをつないでいます。ここまで両チームとも本当に、ね、集中力が相当高いですね今日はね、はい、前節やっぱりこう勝ってないということで絶対落とせないというか、はい、そういう気持ちがこう伝わってきますよ ね、 そうですね。名古屋は前節仙台に敗れて無敗もストップし、そして首位からも陥落しました。川崎はチームワーストの5連敗どちらにとっても負けることはできない今日の一戦です。さあトゥーリオが残っている前線にボールを送っていったダビルソンです。ボールは川崎、ここは中村直史がセンターバックのポジションに入っています。名古屋今やっとトゥーリオが戻ってきます。中村健吾、そして柴崎、ボールがつながる、ワンツーでもう一度柴崎、左から中山低いボール、山瀬の前、まだボールが川崎です。ジュニーニョが少し戻して田中雄介、
間を割っていこうというドリブル、ゴールキーパー高木が抑えます。前半は残り5分、まだ両チームともに得点は生まれていません。ただ非常にここまでスリリングな展開が続いています。ケネディがサイドを変えていく、右から中に切り込んでシュートというところ、今度は川崎です。スピードのあるクスカミ、はい、ちょっと中盤が、ね、空いてきましたね、はい、両チームともに中盤にスペースができてきています。山瀬がボールを受けてかわして左足のシュート、今シーズンここまでチーム2位の6得点、アシストはトップという山瀬。今シーズン横浜 F マリノスから加入したばかりですが、もうすでにこのチームにとって欠かせない存在になってますよね、山瀬。そうですね、今もうやっぱり一回フェイント入れてから打ちましたけどね、やっぱりいろんなことができる選手ですからね、距離があっても打っていけという相馬監督からの指示がありました。その中でミドルシュートを打っていった山瀬、高木からのゴールキック、ジュニーニョが競っていきます。ケネディが抑えて、中村健吾が今ゆっくりとボールプレッシャーかけていきます。加藤アナウンサー、はい、先ほどこうチャンスをものにできないシーンを見た名古屋グランパスストイコビッチ監督なんですが、はい、ベンチの壁をグーで力強く叩きまして、その苛立ちというのを表していましたね。とにかく名古屋としては1点が欲しい展開が続いています。ただ川崎も数は名古屋ほどではありませんがチャンスは作っています。ここもジュニーニョ、右サイド田中雄介が上がってくる、田中の中へのボール、これも決定的、右サイドバック田中から最後は矢島、触れば1点というボール、本当ですね、まあ、10センチぐらいじゃないですかね、最後ね、このシーンずれましたね。右サイドバック田中雄介から矢島というシーンです。ただね、名古屋の方もジュニーニョをやっぱりこう前向いて持たせるようなシーンがちょっと出始めましたから、はい、ああいう風なシーンを作ったらやっぱりどんどんやっぱり裏から追い越してきますからね、はい、両チームともにチャンスは作っています。ただ依然として試合は0対0、まだ試合は動いていません。前半も残り時間が少ない中で名古屋です。ボール右サイド、ふわっとしたボール戻して、距離はあるがシュートだ、ポストの左です。中村直志が得意のミドルシュート、いや片方はキーアドシーンを作ると今度すぐお返しますよね、まあ今日は平日ですが両チームともに大勢のサポーターが駆けつけています。来てよかったなという試合にここまではなってるでしょうね、きっと、はい、本当にハラハラする展開ですよね。なんか 0-0 っていうのがこうなんか信じられないような、信じられないような、はい、さあその中で名古屋のコーナーキックです。そろそろコーナーもものにしていきたい名古屋ですが、跳ね返していた川崎、はい、川崎の方は本当によくね、体を預けてますよね、はい、身長カバーするというのはやっぱり体のこう預け方ですかね、それが非常にいいですよ。前日練習でもかなりこのセットプレー対策に時間を割いていたという川崎、はい、選手のポジショニングはさすが相馬監督で出身だけあって、はい、しっかりしてますよ。ここまでは失点は許していない川崎、ここはホイッスルが鳴って中村健吾に対するファールがあったようです。川崎ボールのリスタート、前半も間もなく45分を経過しようとしています。前半のアディショナルタイムは1分の予定です。1分、強い雨の中立ち上がって選手たちに大きな声を